明日は北陸以降のエリアを中心に天気が急変し、突然の強い雨や雷雨、また夜になってくると東北地方も中心としたところで広い範囲で雨雪になってくると、こういった状況とどうもなりそうです。実はですね、明日は寒気を伴った気圧の谷が入ってくるということが一つのポイントになりそうですね。ではこちらの方、7日の上空5500メートル付近の気温を示したものなんですが、午前9時から時間の方を進めてみてみましょう。こちらの方を見ていくとですね、ちょうどこの部分、画面の上の方から下の方に向かって U 字型に伸びている等温線が見れると思いますが、これがですね、寒気を伴った気圧の谷なんですね。この寒気を伴う気圧の谷の接近によって大気の状態が不安定という形となります。でこちらの方、続いて今度は大気の安定度を見ていきたいと思いますが、こちらは明日15時の大気の安定度になります。こちら緑からオレンジ、オレンジから赤に行くに従って大気の状態が不安定という形となります。こういうところでは天気の方急変し、突然の強い雨、雷雨なども予想されるという形となります。ではですね、天気の流れ今度は見ていきたいと思いますけども、こちらの方、明日13時からの天気の流れです。オレンジが晴れです。グレーが曇りです。こちらの方見ていただくとかなり広い範囲で曇っている状況なんですが、まずはこちら内陸の方から不安定な大気の状態によって強い雨が降ったりします。その後低気圧、その接近もあり、広い範囲で雨雪の方が降り出してくるといった状況となりそうです。雷雨となることもありますし、場合によっては氷が降ったり突風なども可能性がありますので、最新情報は必ず確認するようにしてください。また皆さんのお住まいのエリアの詳しい情報についてはアプリウェザーニュースもご覧ください。